大体1分でわかるブルーアーカイブ G アニメーション、システムの箱メイン OS、 私アロナが案内します。舞台は巨大な学園都市キボトス。ここは数千もの学園によって構成され、各学園がそれぞれの地域で自治を行っています。キボトスの生徒たちはコンビニでも手軽に買える重火器を所持し、当然のように使っています。あ、当たってもそれほどダメージはないのでご心配なく。キボトスの中でも砂漠化が急速に進む地域にあるアビドス高等学校は、生徒数の減少によって廃校の危機に瀕しています。アビドス高等学校に残った生徒はたったの5人。3年生の星野さん、2年生の白子さんと野々美さん、1年生の彩音さんとセリカさん。アビドスを守るために必要なこと、それは学校が抱える莫大な借金の返済。道のりはかなり険しいですが、懸命に奮闘する5人。そんな彼女たちの前に現れる一癖も二癖もありつつとっても魅力的な他校の生徒さんたち、そしてやってきた先生と一緒に、彼女たちの物語は大きく動き出します。透き通るような世界観で送るブルーアーカイブ G アニメーション、お楽しみに。